カンタス航空所属の同系機1942年、カンタス航空ショートエンパイア撃墜事件は、1942年1月30日、カンタス航空所属の飛行艇コリオ号が、第二次世界大戦中に、オランダ領東インド、西ティモール沖を飛行中、第二本帝国海軍機によって撃墜された事件である。乗員及び乗客13人が死亡した。 ビクトリア州コリオにちなんで命名されたコリオ号は、ショートブラザーズ製 S23 エンパイアの一機で、1938年10月より、機体名 VH アブットとして、カンタス航空での運用が始まり、1939年9月には、インペリアル航空へと売却された。イギリスで、定期便として運用するにあたって機体名を G やと改め、 後にリースという形で再度カンタス航空の元へと戻されていた。1942年1月30日、コリオ号は、機長オーブリー・コックを迎えて、ダーウィンを出発した。コリオ号の任務は、クパンを経由して、スラバヤに向かい、日本軍のジャワ島侵攻から逃れてきた、避難民をオーストラリアへと避難させるべく収容することだった。高度120メートルで、 西ティモールから2 4トルの地点に差し掛かった時、コリオ号は7機の零式艦上戦闘機によって銃撃を受けた。コックは直ちに速度を上げて沿岸へと向かった。攻撃を避けるべく、速度は限界の時速3 2 0トルまで引き上げ、ジグザグ飛行を試み、高度はよくかのフロートが水面で弾むほどに下げたという。 それでも追跡から逃れることはできずに繰り返し被弾し、貫通弾によって一部乗員が死傷した。2機のエンジンが炎上して、唐突に動力が失われた後、コリオ号は急スピードのまま、頭から水面に突っ込み、その衝撃で機体は、ま、ぶたつになった。墜落地点は、ノエルミニ川の川口から 5.6km の位置だった。コリオ号には乗員及び、 乗客18人が登場していたが、このうち13人が死亡した。コックは片腕片足を負傷し、墜落時の衝撃によって機体から放り出されていた。しかし、彼は3時間泳いだ末に、陸地へとたどり着くことに成功した。コックとその他生存者は後に、オランダ海軍所属の DU24 飛行艇によって救助された。コックはその後もパイロットとして、 勤務を続け、後に別の日本軍作戦機による襲撃や飛行艇墜落事故からも生還している。彼がダーウィン市内の病院で治療を受けていた1942年2月19日には日本軍による大規模な空襲を受けている。1943年4月22日、コックが機長を務めるカンタス空港所属の飛行艇。 カミラ号はオーストラリアからニューギニアに向け出発したが、悪天候の中で同期はポートモレスビー沖に哲墜落した。ありがとうございます。